ございます。太陽です。今日はですね、あの桜が綺麗なこの季節に、あの YouTuber3 人で一緒にちょっと都内を走りたいと思います。今日はあの荒北仮面さんと初めてのディディック TV さんと一緒に来ておりますので、これからこの3人で走りたいと思います。それでは行ってみましょう。こちらがディディック TV さんのリアクト、めちゃめちゃカスタムされててかっこいいですね。すごい、ハンドルもエアロだし、フレームもエアロだし、ホイールもエアロ、 DI2 もついております。さあどんな走りなのか楽しみです。焼き物でも匂いちょっとする。焼き芋の匂いって何ですかね。焼き芋ってか焼き芋の屋台の匂い。炭じゃないですか。炭の匂い。そう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 。でもなんか何故か知んないけど食欲をそそられる気はする。分からんくはない。直接の匂いじゃないんだけど、あ、この匂いがあるってことは近くにみたいな。今じゃ難しいですもんね。確かに。商売的には大変そうです。超展望。あれ、さあ歩道に上がんなきゃいけないところだったんで、歩道に上がる。あまり綺麗だね。ながら通行は控える。ながら通行しまくってくるみたいな。綺麗ですね。ここから車道行けるんだ。 OK。 えだ。
た来ました。今回で目的地。ここか。あ、じゃあ僕逆だ。詐欺だ。これ大丈夫。まあ、上の方がちょうどこの感覚が。日比谷公園に到着しましたので、これからお昼にしたいと思います。さっきあのお店で買ってきたカレーパンを食べたいと思います。もう一個あるこれ、これ食べたいと思います。こっちがあの至高のカレーパンってやつで、こう細長くなってるのが特徴ですね。でもう一個が禁断のカレーパンだったかな。こっちはね、いわゆるね、普通のカレーパンって感じ、こういう丸いタイプになります。まず銀座のカレーパンがあります。美味しそう。いただきます。うん、あ、すでにパンが美味しい。開けたてであったかい。うん、あ、ちょっと甘いのね。あ、美味しいよ、普通に。サクサクしててまだカレーまで届いてないけど、あ、なんかサクサク感がいいね、これ。多分表面の揚げ方はすげえこだわったぞ。ま、予想以上にうめえわ。カレーも食べてたけど。今ねメモリーが一瞬消えてカメラ止まったけど、その間にもうこんなになっちゃった。うまいっすよ。うん。おいしい。こう行ってみようか。これ究極のカレー。禁断のカレーパン。禁断のカレーパン。まあ、次はこちら至高のカレーパン。細長くてすごい特徴的だよね。これ。こんなカレーパン初めて見た。いただきます。うん。あ、禁断のカレーパンって味はすごい似てますね。割と優しい味。多分ね、僕のカレーの見方は僕の妹でも普通に食える。割と本当はなんだ。大人向きというよりは、もう子供から大人まで食べれる味かなっていう感じです。甘口ですけど、でサクサク感がすごいいい感じ。これ美味しいよ。これ細長いからこう、なんだろう、こうやって片手で持って食べやすいから、外で食べるにはすごいいいですよ。もうなくなっちゃうよ。うまかった。予想以上にうまい。麻布の近くにあるんで、よかったら皆さんもチェックしてみてください。おさらばでしょ。自転車降りて、道の階段で横断してください。ここは上に上がるんで。あ、詰まった。詰まった。こう行ってこう行く？あ、そっちか。なるほどね。
はい、というわけで無事に堀切まで帰ってきました。久々になんか普通のゆるポタをしたような気がする。マジでマジでガチトレだったんですよ。いや僕がいるからね、僕ねガチトレしたら多分ねちぎられちゃうから。もう普段のあれ2倍の人です、うん、なんかねあの嘘を言ってる感じはしないからね。、うん、かなり安全運転で行きました。はい。いやでもカレーパン結構僕は美味しかったんでね、あの値段はまあちょい高いけどでも衣とかすごい美味しかったんで僕は満足です。はい、小腹にはちょうどいい。というわけでこの動画面白かったらグッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次回の動画お楽しみに。じゃあねー。